はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88の大公開時代やっていきましょう。ちょっと酒場夜の忘れたんで、またこれで1日経つかな。ちょっとお待ちください。やった、よっかしゃ。違う、そこもういつも指で なってんのかな。指がもう覚えちゃってるのかな。あんま酒場行ってませんでしたもんね。はい、旅の人、うちのランプショー最高だよと。わー、いませんか、仲間に見どころある人いません。あ、もう出よ出よ出よこれじゃ一日経たないよね。というとこ、酒飲むの見ながら情報を得るの大切ですねと。はい、出航しちゃいましょう。すんごい急いでる気がするね、この音ドコ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 ってするんでね。さあ、東に行って何かあるかな。あ、これ多分黒海だね。あ、そうだぞ、これ多分黒海で間違いないわ。ということは、まださらに広いのがあるのかな、この先。でもよかったね、入れないところまだ、イスタンブール。そうか、イスラムとポルトガルはめちゃくちゃ仲悪いのか。スペインとポルトガルじゃない、イスタンブールどうなんだろうね。でもまた船旅したいな。あーねー、ほんとねー、私そうだ、前ズーム会議やったっていうの言ったかな。いや、ほんでね、ズーム会議は言ったかも。わー、なんもないか。いや、ひょっとしたらひょっとするよね。あれ、国会ってこんな感じなのあのズーム会議とか、ズーム飲みもやりました、お客さんとね。よく私が飲みに行って一緒に愚痴り合ってるお客さんとねもうズーム飲みやってね。やっぱズーム飲みね、手軽でいいんだけどね、安くつくし、いいんだけど飲みすぎちゃうね。あ、これダメだな、ないな。ほんとね、3時間ぐらいでね、まあ私喉越し生 350cc をね、レギュラー缶ってやつね、これを6本セット買ってたんですけど、5本飲んじゃったね。私生だったらガッツガツ飲めるんだけどね、まあでも友人とことか行ったら500、6本とか飲んだ時もあったけどね。まあでもやっぱりグビグビいっちゃうね、あれは。あんまズーム飲みのあんま良くないってことね。ただズーム飲みのいいところ、ズームのいいところはね、もうはい終わりっていう感じでできるのがいいね。もうお客さんちょっと飲み足りないっていう感じがあってももう、ああもうおしまい、もう私もうフラフラとかいう感じで終われるんでね。あとズームのいいところはね、会議でもそうでしたけど、まあこれは正確に言うのかもしれないですけど、もう私がね主導権握ってね、とっとと進めてとっとと終わらせましたねえ。もうですから、たまに会うのはいいと思うんですけどね。もううちの会議はいつもね、いつも昼2時ぐらいからやるんですけど、お昼もね14時ぐらいからやるんですけど、もう18時ぐらいまで行くんですよ。これが冬だったら外真っ暗になるんですよね。でもう行く時は20時行きますからね。で何話してんのかなと思ったら、まあ8割ぐらいは世間話ですよねえ、まともに会議してる時って2時間ないんじゃないかな。まあ2時間ぐらいですわ、あってもっていうような感じで、まあそのコミュニケーションが大事なのかもしれないですけどもね。本当にズームで飲むと酒代が安くつくね。私もう飲み始める前に先に何、どうせ私飲んだら食わなくなっちゃうタイプなので、カップラーメン入れてね、でお客さんにもすきっぱらで飲んだら大変になるからね、お腹空いてからやりましょうっていう感じで言って、でもう私1時半ぐらいから飲んだかな、2時ぐらいから飲んだかな、14時ぐらいから飲んだと思うんですけど、あれでしたよ。私ね、じゃあ実はそうこれもいい愚痴だわいい愚痴というのはいいんですけど、友人から電話かかってきたんですよ。友人の会社からね、友人が経営してる会社から、もうパソコン一応面倒頼まれて見てるんですけど、 Windows ね、
メールが送信できても受信ができないっていうこと言われまして、あ、港見っけた、どこ、 あれエラー離れてんね、もうない、こっちは、あ、ないか。で、なんです、送信ができて受信ができないってことは、あ、パスワード吹っ飛んだかなってね。もう未だに Windows 7使ってますんで、そこあれなんですよ、 Windows Live Mail っていうね、懐かしいでしょ、 Outlook の後にちょっとだけ一瞬だけね出たメーラーだったんですけど、マイクロソフトがとっとと儲からねえと思ったんでしょうね、とっととやめてしまった将来商品なんですけど、まあ無償でねダウンロードできてっていうのが良かったんですけど、それがまあ未だに使っているところで、で、あれでした、ああじゃあパスワード飛んだんだ、でね、私その人のパスワードだけを全く覚えてなくてね、他の人のパスワードを覚えてるんですけど、その人のパスワードだけ覚えてないから、ああこれプロバイダーに電話してリセットかけなきゃいけないわと思って、まあ行ったんですが、行ったらね、なんてことはなくね、以前にすんごいでっかい添付ファイルを、すっごいでっかい添付ファイルを仕掛けたメールを送信してて失敗してたんですね、添付ファイルがでかすぎて。でそれを送信トレイからほったらかしにして、あ、送信トレイから削除しないでほったらかしてるもんですから、本当に受信できてるんですけどそれがすごく長いから待ちきれねえってなってたみたいなんですよね。でもうね、もう行って、ああこれはそうだねということで、送信トレイの中からメールを全消して4つ5つぐらい踏ん詰まりになってたまってたんで消して、でその後あれだったかな、でメールパスワード、そうだ、だからメールパスワードと思ったけど、メールパスワードメールパスワード飛んでなかったんだね、だからで行って30分ぐらいで終わったんですよ。で何、まあちょうどいいやということでプロバイダーに連絡してパスワードリセットかけてこっちのパスワードにして、もうこれでパスワードもし飛んでも大丈夫だねっていう状態にして、まあ小一時間ですね帰ってきましたけど、まあほんとね、もうこれが普通のビジネスで相手さんとこだったら、これ私もう1万5000円ぐらい取ってますけどね。それが嫌ならもうちょっと頑張りなよっていうところなんですけど、まあでもね、知らない人からしたら仕方がないんだよね。だからね、もうこれはもう経営者が悪い。もうだから私一遍その友達も言ったんですけど、もう全部手でやりなさいって言って言いましたからね。もうコンピューター使っちゃダメ、パソコン使っちゃダメってもうね、もう言いました。もうね、もう便利だと思って使ってんですけど、で、だから結局ね、まあその友達もね、くれるときはちゃんとくれるんですけど、くれないときはくれないからね、ただ待ってるわけで、私は大雨だったので車で行ってケチくさいこと言っちゃうけどね、このガソリン代とかもね出ないわけですよ。やばい、またブラックの話になってきちゃった。ちょっとやっていきましょう。とまあそれでね、そうそう、それがあったので、帰りにね、もうそれ午前中ですよ、午前中の10時ぐらいに行って、10時半ぐらいにはもう終わってたんで、あれもうね、もう本当は仕事しようと思ってたんですけど、お客さんと電話とか、メッセージ送って、でもまあお客さんから始めね、ズームのみやりたいって言ってたんで、やりませんかって言われてたんで、で私ちょっと敬遠気味だったんですけどね、敬遠気味だったんですが、あんまり私にはもうなんかちょっとふつふつと来てたのと、であと大阪では飲食店では飲めないっていうことがあったんで、もう連絡してね、もうズーム飲みやりましょうっていう感じで言って、帰りにスーパー寄って、のどごし生を6本だけ買ってね、何か別のものを買いやい、私のどごし生だけスーパーのレジでのどごし生だけを買ってたね。とまあそんな感じでと思ったら、あ、やばいやばい、あ、だいぶ喋りすぎたかなと思ったんですけどね、商品まず売りましょうか。なんか同じことしてね、ほんとね、喋りながらね考えることができなくなっちゃいました。お、陶磁器100、うわ、いいわ、ここめちゃくちゃいい。さっき陶磁器ってしまう、金はどこでも売れっからね、アフリカ以外なら。
あ、ここも通る。うわ、違う違う。ねえ。とまあ、そんな感じでね。あ、もうこれでいっぱい？これでいっぱいなのね。商品買いましょう。え、あ、商品買う前に、ちょっとめんどくさいですけど、ここで冷凍下げておきましょう。水ね。あ、水はお金を取らへんから、大阪弁出ちゃった。取りませんのでね。はい。次、食料ね。はい、126タル、よくしょ、よくしょ、よくしょ。保証資材は消耗しないでね、まあ、普通では。トレビゾントコ。あ、名前見てなかったわ。あ、しまった。こっちが先だったね、手順から言うとね。おお、ここもイスパニアとイスラムが足して100か。あ、経済投資額高い。あ、でも経済価値は低いんだね。あ、じゃあここもお金落としていくか。うん。じゃあ、だからそうそうそう、教えていただいたんですけど、これ私まだまだなんだね。ひょっとしたら戦争始まって半分ぐらいなのかな。私だから私これ多分半分も来てないんだよね。借位もそんなに上がってないし、まあ、これ借位って見れるのかな、わかんないんですけどね。あ、見れるか、自分の情報見たらね。さあ買いましょう。何買えますか。うわー、ろくなのがないや。こんなこと言って怒られそうですけど、よいしょ。あ、そうだ、ちょっと連絡帳ね見てみましょう。結構ね連絡帳いただいてますよ。あ、そうだ、ボルドーね、ボルドー1000にしましょうという話になりましたね。あ、そうそう、私大砲用意してるんですけどね、戦意が足りないようなんです。だから砲撃戦は威力が足りなくなりますって聞いてるんですよ。あちゃぱーいう感じですよね。ねえ、相手の砲撃食らっても戦意が減るそうなんです。まあダメージ受けるからね、まあその時に一緒に吹っ飛んでいくんでしょうね。で、しかも近接戦ってあるんですか、クロスレンジが。そうだね。戦の船が、戦の数がゼロになると沈没扱い。そうだ、あとそれとあれを教えていただきました。よろず屋っていうか、道具屋、道具屋で買う、鷹の彫像とかワシの彫像とかあるでしょ。あれは攻撃力じゃないわ。戦闘の時に有利になるんでしたっけ、攻撃力が上がるのか。あ、まるでイーズ2ですね、みたいな感じでね。イーズ2もありましたよね。まあ、イーズ2は、ホーミングになるだけですけど、あのイーソ2のあのホーミングのね機能すごく良かったんで、イーソオリジンではあるのかなと思ったらなかったですしね。イーソ3でもなかったですね。それ以外のイーソはね、あの1、2、3オリジン以外は私やったことないんでね、わかんないんですが、あ、ちょっとレート見ないといけませんね。あらららららら、あらららららら、あらららら、あら、あらら、特産品では。オリーブ油はね、ちょっと安いんですけど、でも、あ、ボルドーまで行かないと売れない。きっとここじゃろくに売れないと思うんで、手出すのやめときましょう。ワインもね、ダメでしょう、ここじゃ。安いけどね。昨日ね、54安いですけど、じゃあどこでどんだけ売れるんだっていうのわかんないですよね。あと麺。あー、麺はね、麺はわかんないね。わかんないけど。あ、麺買ってみる？麺買ってみるか、もう割れてもいいわ。71でいきましょう。ちょっと麺をね、更新したかったんです。71は、トレビゾンドコ。トレビゾンドコ。あ、コマ出ちゃダメだ。トレビゾンド。クローム落ちた。そうなんですよ。あのね、Google のスプレッドシートを打ってるとね、クローム結構落ちるんですよね。Google の商品なのにね、どっちも。と困ったもんだなと。トレビゾンドコ。ゾンド、港と。で、ここで70時。どこでどんだけ売れるのか、まだ書いてませんけどね。まあちょっと、オリーブ、カエルだけ買っちゃいましょう。267ね。はい、載せる場所なくなったので出ていきましょう。あ、あと投資しておきましょうか。さあ、投資しましょう。あ、なんと、投資していただけるんですかと。いつものコーナー来ましたよ。はい。あ、もうコーナー始まったんだけど、もうあとちょっとで15分だね。いい時間になっちゃった。
なんか本当にフィーバーかかったみたい。これで周りがチカ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 しだしたらもう本当にね、まあ、私のパチンコなんて、私のパチンコの知識なんてもう20年ぐらい前の知識だからね。しかもあのパチンコやったのもあれでしたからね、アルバイトで入った職場が本当みんなパチンコ好きで、係長クラスの人が自分の部下に借金してね返せなくなったって言ってね。もうほんであの貸した部下の方はもうね嫌気させて辞めちゃったみたいなね、もう会社で大問題になってますけどね。ただあれでしたね、その借金をしてた人もね、借金だからその借金を踏み倒した人、上司の人、その人もね、いや悪い人じゃないんですよ、これがむちゃくちゃ性格いい人でね、そんなことするんですごく気さくで話できますしね。でその裏で借金があるっていうのは後で聞いたんで、私アルバイト、まあバイトだったからね、聞いたんで、そうだったの、人は見かけによらないねと、まさにこのことだねっていうぐらいな感じでした。あれ私1万ぶっ込んじゃった、どっかで額お金がめちゃくちゃ減ってる気がするんですけど、違うかな。でそんなことがあったので、ちょっとね驚きましたけど、まあ逆にね、あでもそこのバイト先みんなパチンコ好きだったね。だって昼休みにパチンコ行くぐらいだからね、外回りで。ほんであとあれでしたよ、仕事が早く終わったら、まあせいぜい査定ぐらいかなと思ってたんですが、パチンコ行きましたもんね。パチンコみんなで行ってましたもんね。その時に私もちょっとねパチンコちょっと覚えて、でたまにというかね、親父さんと行ったりしたんですが、まあもう親父さんもねちょっとね、うちの親父さんも前も言ったと思うんですけど、うちの親父さん勝つまで帰ってこないんで、行ったらねもうずーっと言うので、もう私付き合ってらんないわって。そんなことがありました。さあフィーバータイム終わりました。まあフィーバー言ってもこれね、攻撃上の親父にとってフィーバーだからね、私にとっては出してる方だからね、まあ後で回収しないといけませんけど、あであとここだね、てかいい時間になっちゃった。じゃあねこの辺で終わっておきましょう。女性はいませんか、いませんね。じゃあねこの辺で終わっておきましょう。88の大公開で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。